下選手。これをクラブハットエリターナー81番麻生選手が約20秒ローリターン、ボールをリターンした地点自陣32ヤードからラブホワイ後半最初のパースダウン戦の攻撃です。クラブホワイランニングバック41番麻生選手使用権へのアプレー、ゲインは7ヤードボールを前進させています。クラブホークアイセカンドダウン3、クラブホークアイセカンドダウン3、クラブホークアイファーストダウン、クラブホークアイコーターバック3番長吉選手自らボールをキープ、6ヤードを減しファーストダウンを獲得、新たに4回の攻撃点を獲得しています。クラブホークアイ自陣45ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン戦。クラブホークアイランニングバック26番前岡選手中央をつきましたが、ここは西野フェアブルーインズディフェンスライン92番西村選手らのタックルによりノーゲイン、ゲインを与えておりません。クラブホークアイセカンドアンテンの攻撃、前方へのパスは一度しか投げることができませんので、前パスが不成功ですとそのダウンの攻撃は終了、ボールは枠の位置に戻され、ダウンは次のダウン次の攻撃に変わります。クラブホークアイサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得ボールは10秒、クラブホークアイサードダウン10の攻撃になります。パスインコンプリート、42番が、クラブホークアイサードダウンの攻撃でパスを投げましたが、このパスは西宮ブルーインズ、ラインバッター42番西村選手がパスカット。クラブホークアイ攻撃はフォースダウンラストダウンです。ゴールデンファイターズ戦で唯一タッチダウンを決めたのがこのパスカットをいたしました42番西村選手です。クラブホークアイフォースダウンの攻撃は担当選択、
4回の攻撃でハーフダウン獲得できなかった場合、その時点でコース交代となるため、4回目の攻撃権を回復し、バントにより陣地を挽回します。クラブ崩壊バンカーさんは長井選手のバントは西宮ブルーリーズ陣地17ヤードでゴールネット。ここで攻守交代、西宮ブルーリーズ自陣17ヤードから後半最初のファーストダウン点の攻撃。さあ、これはランニング枠の野垣選手に持たせて中央のラン、西宮ブルーリーズランニングワック2番野垣選手の中央プレー、ゲインは5ヤード。キャッチしたのはクラブフォークアイラインバッター31番加藤選手でした。西宮ブルーリーズセカンドダウンファイン、いつでもできそうな趣味ではないというのがすごい特徴的だなと思っています。おっと、これは、ファンブル、前田瑠唯選手ファンブルしてしまいました。西宮ブルーリーズボールをファンブル、自ら押さえておりましたので攻撃点はそのままダウンが、1個進んでサードダウンとなります。少しスナップが乱れていたのか、下方向にあったのが、ドライブのプレーで4ヤードロスをしています。サードナイン、西宮ブルーインズサードダウン、ファースト獲得まで残り9ヤード。西宮ブルーリーズ東京ドッグ0番前田選手からワイドレシーバー85番佐々木選手へのパスが成功、ゲインは8ヤード。西宮ブルーリーズパートナー獲得まで1ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。制限時間以内、プレークロックがゼロになる前に攻撃を開始しなかったという反則です。西宮ブルーリーズ5ヤードを抜退し、フォースダウンをやり直します。ここで攻守交代です。西宮ブルーリーズフォースダウンはバンカー選択、4回目の攻撃点を放棄し陣地を挽回します。3対1ダウン、木下選手のバンカーは西宮ブルーリーズ陣地46ヤードでガイドラインを割りました。この時点で攻守交代、攻撃点はクラブ崩壊に変わります。クラブ崩壊敵陣46ヤードからバースダウン点の攻撃、クラブ崩壊高校バスケ8番林正義選手からワイドレシーバー18番新野美俊子選手へのパスが成功、ゲインは5ヤード。クラブ崩壊セカンドダウン5、新野美選手も少し情報を言った先ほどパスキャッチしてくれました。草野球から復帰
というような情報をいただいております。さあ、これは41番佐藤選手の、パスで左中央付近の、3ヤードほどゲインしております。タイムアウト。水分補給のためのレフリータイム。ここでレフリータイムアウト。先ほどプレー、キャンプ方向へランプ出して41番佐藤選手のランプレーでタイムアウトを使っています。フライのフィールド上は水分補給のためのレフリータイムアウトが取られております。今シーズンは選手の皆さん、ベンチシールドをしてプレーをしているため熱気がこもりやすいということで、このシーズンでも水分補給のためのタイムアウトが取られています。パスダウン獲得まで4ヤードを残し、ダウンはフォースダウンラストマン。クラブフォークアイフォースさんが3分選択、これにより攻撃権は西宮ブルーインズに変わります。ラインバッターの番、バイキャプテン小野光平選手がインサイド。
15%、 これで攻撃権はクラブボックスに変わります。クラブ崩壊、敵陣14ヤードから4回の攻撃開始、ファースダウン権。さあ、崩壊、クラブ崩壊ってね、ボールの間にかなり大きなチャンスを、セカンドダウンの攻撃、ファースト獲得までは3ヤード、エンドゾーンまでは7ヤードです。セカンド3、3ヤード、また4回の攻撃と、これもまた、そのまま持ち、セカンド戦ファースト獲得、これはファースト獲得。再び高校バック3番長井選手がボールを持ちまして4ヤードのメインファースダウン獲得です。クラブ崩壊、ゴール前3ヤードより4回の攻撃開始、ファースダウンゴール成功。3ヤードから4回の攻撃があります。さあ、長井選手がクラブホークアイトラフォーポイント、これを決めれば同点になります。クラブホークアイトラフォーポイントはキッカー93番田畑選手のキッチが成功。キッカーポイントさらに1点を追加し、クラブホークアイ7点を獲得。クラブホークアイ7点を追加し、クラブホークアイ7点を獲得。ここまでの得点、クラブホークアイ7点、イチャリアブルーリング7点、同点です。タッチアウン決めました、クラブホークアイのキックからの再スタート。それを西宮ブルーインズリターナー1番木下選手が約15ヤードをリターン、ボールをリターンした時点25ヤード付近より27ヤードより西宮ブルーインズの攻撃開始です。西宮ブルーインズバースダウン戦、バスケやサッカーもしていますと。さあ、西宮ブルーインズファースダウン10の攻撃、ボールボール
2番野田崎選手の中央付近のランプで4ヤードほどゲインしています。西宮ブルーイズランニングバック2番野田崎選手の中央プレーゲインは4ヤード。北キャリシャムはクライフォーサイライバッター54番木口優選手でした。レフリータイマー、負傷したプレイヤーのためのレフリータイマー。ベアブルーンズ、オジクガンダ選手の負傷でしょうか。レフリータイムアウトでした。時間は第3クォーター32分です。シノビアブルーンズセカンダン6、西宮ブルーインズセカンドダウン6。まあ、88の山田選手をターゲットとしてパス、パス成功。西宮ブルーインズ交代バックで4番前田選手からワイドレシーバー、ワイドレシーバー88番山田選手のパスが成功。ゲインは5ヤード。サードオン1。西宮ブルーインズ3ラインの攻撃。パーソナル獲得までは残り1ヤード。クラブの会自陣39ヤードからバースダウンプレー。20番西口明弘選手がインターセプト。これにより攻撃権は西宮ブルーインズに変わります。インターセプトしたので20番西口選手に、情報をいただいております。ブルーインズのビッグプレーメーカー、昨年新人ながらも多くのインターセプトでチームの流れを持っていったと。西宮ブルーインズ46ヤードからバームダウン戦の攻撃。ランニングバック2番野田崎選手の中央プレーゲインは3ヤード。先ほどしたのはクラブ崩壊ランバッカー31番加藤選手、44番玉井選手でした。
第3クォーター終了、ウォータータイム。